検察TVの今週の、今週じゃないか、検察TVの買ってみたってことで、今年本当にね、コロナ禍でいろいろ買ってしまいました。今までね、旅行にほとんど全てのお金を費やしたんですけど、まああとガジェットですね、費やしたんで、今年は本当に文房具の比率が高くて、これシングス&サングスさんで、おしゃぎになるね、ところで買ったんですけど、ワーカーズボックスって言って、まあ簡単に言うと収納ボックスですね。まあちょっと中、開けてみますかね。なんか、開けてみますかねって結構、結構頑丈に止まってるんだ。よし。結構中ね、なんか頑丈に。はい。こんな感じですね。はい、ボックス。まあ簡単に言うと、これ、ボックスが、意外と開けづらいね。ここからこう、引っ張り出すって感じで。まあ、中にね、いろいろチラシだったりとかをこうやって入れて管理すると。まあ、こういうところに、挟んだりとかできるっていうね。で、これで閉じるっていう。まあ、そういう、まあ、収納ボックスですね。まあ、今年最後に買った、文房具的なものでした。ということで、ご紹介したのは、キングサンド、サンクスさんで買ったワーカーズボックスでした。これ結構好評人気みたいで、いろんなね、サイズが、写真にあるようなね、いろんなサイズがあって、まあ自分のプロジェクトに合いましたね。まあこれ一箱でワンプロジェクト。まあ僕だったら、まあ韓国旅行をこの中に入れて、まあチラシを詰め込んで、この中に入らないものはもう捨てるみたいな感じでね、っていう使い方もできる。まあそういう、新しいジャンルのね、収納ボックスでした。それでは。